クリスマスプディングクリスマスプディングはイギリスの伝統的なクリスマスケーキ。具材にプラムが使われることが多いためプラムプディングとも呼ばれる。味や食感、外見は日本人が想像するケーキや一般にプリンと呼ばれるカスタードプディングとは大きく異なる。味は濃厚で芳醇その食感はドライフルーツが舌に絡むとも言われる。 中世のクリスマスに作られた濃厚なスープ、あるいは肉と果物が入ったポリッジが、クリスマスプディングの起源とされていて、それらの粥は、ケルト神話の収穫の神、ダグザにあやかって作られたものが起源とする説もある。16世紀までに、クリスマスのシンボルとしての地位を確立し、心境と革命中のクリスマスでは、クリスマスプディングは、ミンスパイと共に制作を禁止された。 チャールズ2世紀の時代に材料に増年剤が加えられて現在のような固形の料理になりチャールズ・ディケンズが表したクリスマス・キャロルにも固形状のクリスマス・プディングが登場する。そしてビクトリア女王がクリスマス・プディングを英国王室のデザートに採用して以降イギリス国民のクリスマスに欠かせないデザートとして定着した。各家庭ごとに異なる味とレシピがあり。 イギリス人にはこれについてい過去と持つ人が多い。しかし、今日では手製のクリスマスプディングの代わりに市販のものを購入する過程が多くなっている。フランベされたクリスマスプディング製パン粉と小麦粉、ミンスミートと呼ばれる牛脂、卵、砂糖、ブランデーなどにつけて柔らかくしたドライフルーツ、クルミなどのナッツ類、香辛料、 ラム酒などの材料を混ぜ合わせて一晩寝かせる。クリスマスプディングの材料には13種類の材料が使われていなければならないという迷信がある。生地をオーブンで焼き上げるとイギリス風クリスマスケーキになる。伝統的な工程では生地を加熱する前に家族全員で一回ずつ願い事を唱えながら生地をかき回し、かき回しの儀式を終えた後に型に流し込んで蒸し上げる。 この時、生地を混ぜる向きは時計回りでなければならなく、半時計回りに混ぜると縁起が悪いと考えられていた。この儀式は、宇宙の中心である地球の周囲を太陽が時計回りに回るという迷信に由来している。蒸し上がったものは、おおむね1ヶ月ほど冷暑で熟成させられ、寝かせている間に、果物が発酵して、アルコール分が増加する。 この熟成期間が長いほど美味しいという俗心もあり、クリスマスプディングを食べ終わったらすぐに来年のクリスマスプディングを作り始める。と言われるほどである。食べる前に再度蒸して加熱し、ヒーラギの枝を飾り付けて熱くしたブランデーをかけてフランベする。カンバーランド風のラム酒入りバターかブランデー入りバターを添えるのが伝統的な食べ方である。好みでホイップクリームや カスタードクリームで食べる人もいる。プディングを蒸し上げる前、願い事をしながら、生地に指輪やコイン、刺し抜きなどの小物を混ぜ込む儀式が行われる場合もある。この儀式は十二夜で、ケーキの中にゴフを入れる習慣に由来しており、切り分けられた時に当たった小物を見て、将来の運勢を占う。フランベは太陽の熱を表す儀式に由来すると考えられている。 プディングに飾り付ける、ヒイラギの枝は、キリストのうばらの冠、ヒイラギの赤い実は、キリストの血を表している。ABCDEFGH、図説クリスマス百科事典、198から199ページ、イシー、英国風土記、エイタス、137から138ページ、イシー、英国風土記、エイタス、1 3 8 1 4 0ページ 食の世界地図、172から173ページ、ベイリー、イギリス料理、195ページ、イシー、英国風土記、エイタス、140ページ、エビー、クリスマスプリン、シンラルース料理大事典一貫、エイビー、シー、イシー英国風土記、エイタス、137ページ、エビー、ベイリー、イギリス料理、188ページ、エビー、ベーリー、イギリス料理、 199ページ ABCC 英国風土記、エイタス138ページありがとうございます。